さあ始まりました、ラテアート1分チャレンジ。さあ今回はどのようになるのでしょうか。まあルールとしましては、まあコーヒー豆は引いてる状態でスタートし、まあ粉を入れてターンピングで、その後ラテアートに行きましょう。さて選手入場です。いいですね、いい感じに調子こいてますね。ジャブも右ストレートも全部関係ありません。ラテアートには関係ありません。なんか余裕ぶってますけど、さあいけるのでしょうか。もう心配で仕方ありません。それでは、まあ下身の状態ですね。まあ一度お湯を出してみて、スチームを出してみて、まあ、各所チェック。まあ意味がないでしょう。一応ドレンバンを引いて、そして牛乳とピッチャーの位置を、左側から右側へ移動。まあやりやすく調整されているでしょう。さあディストリビューター手前に置いて、タンパー奥に置いて、レシーミングカップは左上。そしてもう一回お湯を出して、意味がないけど一回出して、さあ始まります。それではよーいスタート。さあどうなるでしょうか。はい、粉をポン入れまして、はい、おっと何もせずにそのままディストリビューター、そしてタンパーはもう何も関係なく、もうドンと押し込んでいく。手圧タンパーも何も関係ありません。そしてお湯は出っぱなし。おっと温度なんて気にせずにいっていいよ。さて行きました。はい、ドレンバンはもちろん吹かずにスタート。そしてスチーム開始です。おっと一応温度はちゃんと見る。エスプレッソもまあ悪くはないですけど、ちょっと遅いかな。さあだいたい30秒超えていく。おっと止めて止めて、スチームのノズルは吹くけど出したっぽい。さあまあこの辺は良いとしましょう。おっとここでアングル気にする。そんな余裕あるのか。ピッチャートントンなしで一気にいく。さあどうなる、さあどうなる、間に合うのか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 。はい残念、はい間に合いませんでした。はい、のチェックなんかしてたらダメですよ、アングルの。まあ一応敗者のインタビューを聞いてみましょう。無理、はい鬱陶しいですね。はい、いい感じで鬱陶しいところで、はい終わっていこうと思います。最後にですね、非常に、まあバリスタとしてちょっと汚い、うわーやった感じでした。ちょっと見苦しいところありましたですけど、まあ営業の時とかですねちゃんとやっておりますので、まあこれはネタということでご了承いただけたらなと思います。ぜひね、あのチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。こういったですね、まあ、ネタ動画だけではなくてですね、まあ、ちゃんとした、まあ、ノウハウ系の動画もやっておりますので、よろしくぜひご視聴いただけたらなと思います。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それではまた、バイ。